きなりなんか石棺置いてあるね。石棺違うのかね、これ。へえ、池かなんかのあれか石かね、これ。すごいね。これも。おお、これはすごいね。こんな大きな灰が出ちゃうわけ。ここどっか出てきたな。大和田遠藤には復元。ミリス山、ああ、あれか、あの大きいの。こんな鉢の中に、横に。すごいね。あれもね、宮内庁管理になってないよね、あそこ。大きな前方公園風やけどね。何回か行ったけど。ほら、すごいね。井戸かね、井戸のあれかね、くり抜いてあるね。すごいね、これ。正蔵の蛇行剣。ちょっと曲がってますけどね。はいね、一枚取ってみましょう。これがなんで？壺。壺やな。はい、壺でございます。これがメリス山です、メリス山。メリス山のね、埴輪でございます。超巨大ですよ。ね、あれも王権の、大和王権の墓ではなかろうかと言われたんだけど、どうなんでしょうね。すごいね、これ。いろいろあんねんな。三河内真珠鏡。すごいね、この出方は。三河内真珠鏡でございます。三河内真珠鏡。島根山古墳ね、はいはい。はい、行ったことあるけどね、何回か。これ、ミリス山ってすごいわ、これ。木製の扉。おお、なるほどね。扉ね。違うな、全然、新宿京とは。渋滞橋。これはこれも、鏡かね。これ、銅鐸でございます。初めて見たかもしれんね、これ、銅鐸は。テレビとかいっぱい見たけど、こんな小さいのもあんのかいね。ああ、すごいね、この。銅鐸だ。この銅鐸だ。なんかどっか学会の方詳しいね。いや、この色の方綺麗じゃないですか。綺麗ですね。はい、ありがとうございました。柏原博物館でございました。はい、ありがとうございました。窓出られへんのかね。ありがとうございました。柏原考古学研究所附属博物館でございました。ありがとうございました。